サトウキビ畑、サトウキビ畑は作曲家の寺島直彦が自ら作詞も手がけた歌。1964年、寺島が歌手、石井義子の伴奏者として本土復帰前の沖縄を訪問した際、マブニの丘を観光して着想した作品。第二次世界大戦末期の沖縄戦で戦死した人々が眠る夏のサトウキビ畑に流れる風の音が繰り返される。 全部で11連からなり、通して歌うと11分近くを要するため、大抵は要所要所カットして歌われる。2001年には後日の森山良子が特別完全版として11連べての詩を歌ってシングル発売しており、収録時間は10分19秒だと紹介されている。第二次世界大戦を通して沖縄の人々は日本で最も激しい地上戦を戦い抜いた。 その激戦沖縄戦を通して、日米両国、無数の人々が敵味方殺し合い、そして集団自決した事例も見られる。数え切れないほど多くの戦死者、自決者たちが今なお、砂糖キビ畑の下に眠っている。作者の寺島は、1972年に日本に復帰する前の沖縄を訪れて、作品中、66回繰り返される風の音を、 考えたという、歌の主人公は一人の少女である。少女は沖縄での戦闘で死んだ父親の顔を知らない。やがて大きくなると一人で父親を探しにサトウキビ畑に行く。父はなぜ戦い、なぜ殺されたのか、何を恐れ自決したのか。通り抜ける、風の音を聞きながら静かに悲しみを訴える。作曲者によって混声合唱 女性合唱にも編曲されており、混声合唱版は CD 化されている。1967年、新居浜市民会館で田代美由子によってコンサートで初演された。1969年に森山良子がレコーディングし、アルバム森山良子カレッジフォークアルバムナンバー2に収録したのが最初のレコード化であった。1970年前後には、 この曲の反戦歌としてのメッセージ性や、1972年の沖縄返還への関心の高まりから、歌声運動や歌声喫茶でよく歌われるようになっていた。1975年には、NHK の音楽番組、みんなの歌で、千秋直美の歌唱で紹介されたが、この時は2、3、11番だけという超ショートバージョンの形で、録音、放送されている。 1997年には森山がみんなの歌で1、2、3、8、11番という千秋のバージョンとは異なる形のショートバージョンをみんなの歌バージョンとして録音し放送された。また2021年2月27日に NHKE テレで放送されたみんなの歌60スペシャル60年イヤースタート。でも森山によって生で歌われた。 1995年に、ロスネリモスが、CD、ノルウェーの森のシンフォニーミュージックフロムジアース第2、週に、1、2、3、9、10、11番、かつ3番と9番の間に、沖縄民謡、カイヌチンボーラーを挿入するというバージョンを収録した。歌手の荒垣つとむが佐藤キビ畑をカバー。彼の初 CD となった。2001年12月5日に、森山は、 11連全ての詩を歌う録音を野田早々とのカップリングでシングル発売し、この曲の歌唱で2002年の第44回日本レコード大賞では最優秀歌唱賞を受賞した。2002年3月27日に歌手のエポがカバーシングルとして EMI Music Japan から佐藤キビ畑のマキシ,シングルを発売。歌手は1、3、8、9番となっている。 なおこの曲は1995年9月27日発売のアルバム UVA に収録されていたものをシングル化したものである。2005年の第56回 NHK 紅白歌合戦で森山はこの曲を歌った。こうした経緯のため森山はこの曲の代表的な歌手とみなされているが森山の他にもクラシック系、ポピュラー系、 民謡系の多くの歌手に歌い継がれている。また、この曲は学校音楽教育の教材としても様々な形で取り上げられている。1981年以後、音楽の教科書に何度か掲載されている。2003年9月28日にはこの曲をモチーフとしたスペシャルドラマ、佐藤キビ畑の歌が放映された。焦点年月日放送分では、 この曲のザワワのフレーズを活かして様々な人や物を紹介するという問題が出題されたが、ザワワの3文字を変えるという問題のわかりやすさがゆえに、答えの大半を観客に先に言われてしまう事態が起きた。佐藤キビ畑の火火2012年、佐藤キビ畑の火火が読谷タンブラダカ、四方の佐藤キビ畑の一角に混流され、4月1日に除幕式が行われた。 可否のある一帯は1945年4月1日に米軍が沖縄本島への最初の上陸作戦を行った地域である。ありがとうございます。